この瞬間が快楽成分ドバドバ出てます、実は。心のひら、もう扉、ガン開き、もう快楽成分ダダ漏れ状態なんですよ。こうなったらね、皆様、どうもこんにちは。こんばんは、こんばんは。株式会社即決営業人情派のニーです。本日はですね、心の扉の開き方ですね。これについてしっかりじっくりお話しさせてもらって、共有させていただきますね。営業で大事ですね。あえてなんか私が大事ですって言うまでもなく営業をやってる方やったら大事っていうのが分かってるはずです。後半でもそうですし、反響営業でもそうですし、キャッチセールスでもそうですね。いろんなお客さんとの初めましてがあるんですけど、その最初のアプローチの部分です。で、営業ってね、そもそもは逆算なんですよ。何からのお客さんが、これはもちろんね、契約です。契約を取るっていうのが営業に課せられてる仕事なはずです。じゃあね、その契約を取っていくための逆算ってことなんですよ。で、もう営業ってのは本当昔から科学的にこう逆算で作られてます。じゃあその契約から逆算した時にアプローチでやるべきことですよ。自己紹介やら会社説明やら、まあ雑談やらいろいろやってると思うんですけど、大体どうでしょう、人によりますけど、もう3分、最初の3分から5分ぐらいでしょうね。何度も言いますけど、契約から逆算した時にやることは一つだけなんですよ。それが心の扉を開く。もうこれだけです。これさえできたら次行っていいんですよ。ただ逆にですよ、心の扉が開いてないんだったら次行ったらダメっていう、これが営業なんですよね。理由がこの後です。まあ、いわゆるアプローチの後ですよね。この後にヒアリングに入っていくわけじゃないですか。で、この時にお客様の本音とかお困りごとをいろいろ喋ってもらうとダメなんですよ。いろいろ聞き出していかんとダメなわけなんですよね。そしてその後にプレゼンでしっかりこっちの話も聞いてもらうとダメなんですよ。で、この二つがちゃんとできるのは、心の扉が開いてるからってことなんですよね。もしこの心の扉が開いてないままですよね、ヒアリング、プレゼンって言ってしまったら、本音も喋ってくれないし、こっちの話もほんまかな、どうなんて疑いながら聞かれるってことですよ。なんだったらね、ヒアリングで本音とかを喋ってくれないまま、プレゼンしてる。これをいわゆるね、押し売りって言うんですよ。もうね、押し売りだけはね、もうする方もされる方も辛いわけです。ですからね、最初のとにかくね、アプローチで心の扉を開くことです。もうこれができへんかったらそもそもその後ずっと苦戦するっていうこんな感じなんですよね。ですから覚えててください。最初のアプローチです。このアプローチは自己紹介で自分のことを知ってもらうでもなく、会社説明で実績とかを分かってもらうでもなく、雑談してなんとなく緊張をほぐすわけでもないです。たった一つ、相手の心の扉を開くことなんですよね。で、ここまでですね、ご理解いただいた上で、人って実は心理学的に、心には扉があるってことを分かっててください。これ覚えててください。ね、一人一個ではないんですよ。一人一人に対してこう一個一個あるっていうこんな感じなんですよ。自分がいたら A さん、B さん、C さんがいる。じゃあ、A さんに対しても1個、B さんに対しても1個、C さんに対しても1個あるっていう、こんな感じなんですよね。例えばですけど、A さんに言われたら、あ、ほんとその通りやわーってすごいすんなり受け入れる。でも、B さんに言われたら、え、なんであなたにそんなこと言われないといけないのってなる。これは、A さんには開いてる、B さんには閉じてるから、入り方が違うよっていう、これがまさに心の扉があるよってことなんですよ。ですから営業はね、まず相対するお客さんですよ。しっかり心の扉、このお客さんが、ね、我々に閉じてる扉をちゃんとギーって開きに行くことですよね。これが大事なんですけど、例えばね、お客さんが2人3人いる場合もあるわけですよ。まあ、いわゆるマス営業って言いますけどね。例えば私、学習教材よく販売してたんですけど、これはお父さん、お母さん、お子さん、2人いるみたいな、こんな状況もあるわけですよね。また法人で社長だけじゃなくて営業部長がいて、そこのなんか取締役で、あなたは誰ですかっていう人も法人営業やったらいるわけなんですよね。じゃあこれね、2人いたらやっぱ2つ開かな感じ、3人おったら3つ開かなが、まあ限界がありますよ。例えば10人の前でやるね、そういうセミナーとかでやったら10個全部開くのはやっぱさすがに無理です。でも大体商談ってね、まあテーブルにつって2、3、多くて4人ぐらいですから、全員の扉を開いておくのが一番効果的ってことなんですよ。じゃあここまで概要はなんとなく分かってもらったと思いますので、心の扉が張ってそれ開くねんなっていうのが大枠は理解いただいたはずですから、じゃああとはですね、どうやってこの心の扉を開くのか、ここをしっかり共有させてもらいます。開き方ですね。で、実はね、大きく2つあります。心理学的にはこの心の扉を開く方法は大きく2つあります。ですがね、この2つ喋り出したらもう2時間映画ぐらいになっちゃいますから、どっちも大事なんですけど、今日はちょっと1つだけお話しさせてください。心の扉を開く方法の一つ目をお話しさせていただきますね。またもう一個は、いつか必ずどっかで喋りますので楽しみにしててください。で、今回のね、扉を開くテーマの二つのうちの一つはですね、こちらです。褒めるなんですよ。まずですね、心理学的に、もういろんな研究機関で分かってるんですけど、人って褒められたら必ず心の扉開くようになってます。じゃあね、実はね、この大事なの褒め方なんですよ。ただ、むやみやたらに褒めりゃいいっていうわけでもないんですよ。しっかりと正しい心の扉が開く、説明書みたいなのがあるわけなんですよ。これ手順も大事なんで、この手順とともに3つポイントありますから、それをしっかり覚えて、すぐ実践してください。すぐできますんでね。営業は何でしょう？突然楽になる瞬間って言ってもいいでしょうね。すぐできるように頑張ってくださいね。この3つですね。
即決営業。さあ、それではね、大事なポイント、まず早速一つ目いきましょう。それはですね、ちょっとマインド的なところあるんですけど、羞恥心をなくすです。もうこれがね、お客さんの心の扉を開くために、こっちが分かっとかないといけない大事なポイントなんですよ。これを外すことがスタートラインぐらいで思っといてください。なんかサッカーするためには、まずサッカーボールを買うぐらいの一番スタート地点として、自分自身の羞恥心をなくすです。羞恥心ですが、まあいわゆる恥ずかしいなとか、こういう気持ちですよね。そもそもね、この動画を見てくれてる全ての営業マン全員にお伝えしたいんですけど、羞恥心です。こいつが我々の売り上げの邪魔をしてるんですよ。まず分かるんですけど、羞恥心恥ずかしいなとか、周りからどう思われるとか、こういう気持ち、羞恥心が仕事で得することは一つもないって言い切っときますね。一つもございません。もう、1% もございません。まあ、考えてみてください。仕事してて恥ずかしいなとか、あ、周りどう思うかなとかね、あ、自分こんなん大丈夫かなみたいな、この恥ずかしい気持ちですよ。これを思って得したなって場面ってありますかってことなんですよ。ほんまにないんですよ。羞恥心はね、ビジネスにおいてあらゆる邪魔をします。で、特にこのアプローチもそうなんですよ。この後でしっかり正しい褒めトークってのをお伝えするんですけどね。羞恥心持って褒める営業さんがいるんですよ。なんでしょう、おそらくまあ褒めるってことを知ったんでしょうね、営業マンとして。じゃあちょっとやってみようかなみたいな感じでやっては見てたものの、なんか羞恥心持ちながら恥ずかしながらやる営業さんが多いんですよ。多分ね、褒めるに挑戦してうまくいかなかった経験がある方は、この羞恥心が外しきれんくて結果できんくてやめたケースが多いでしょうね。なんか本当に恥ずかしがって褒めるわけなんですよ。まあなんでしょう、なんか いろんな恥ずかしさがあるんでしょうね。そもそも褒めたことがないからうまくいくかな、下手やったらどうしようっていう、そういう恥ずかしさであったりとか、これもあると思います。褒めてお世辞と思われたら、それが逆に恥ずかしくいいから嫌やなっていう、こういうなんか羞恥心もあれば、その時その時によって羞恥心でいろいろありますけど、その羞恥心がねダメなんですよ。理由がね、羞恥心持ってる人を見たら見てるこっちが恥ずかしくなるんですよ。恥ずかしいんやったらもうやらんでええでって、実はこっちから思ってしまうぐらいなんですよね。これがね、まずね、人を褒めるとかの時にぶち当たる壁でしょうね、おそらく。なんか本当褒められてないのか、褒め方が下手なのかですよ。ネクタイおしゃれですねとか、なんかわかります？羞恥心持ちながら、ネクタイおしゃれですねとか褒めるわけなんですよ。なんか方反でもなんか素敵な旦那さんですねみたいな感じのね。こっちもさ、褒められたら嬉しいは嬉しいですけど、嬉しい感情以上にもぞがゆいというかね、なんかもう何しに来たんってなっちゃうんですよ。恥ずかしいからこっちからで、何なんて本題に戻させようとしてしまうっていう、こんな感じなんですよ。で、これらの原因はもう全て簡単、羞恥心だけです。ですから、これからね、お伝えする大事な褒めるトークを準備したとしてもですよ、羞恥心を持ってやってたら何の効果もないってことをまず分かっておいてください。ですから、とにかく羞恥心を外すです。捨てる。羞恥心だけは絶対もう家に置いといてください。羞恥心を外してください。先ほども言いましたけど、ネクタイおしゃれですね。とかでもダメですし、奥様、あれですね、立派なお家ですね。これもダメです。もう羞恥心外してください。堂々と笑顔で曇りもなく褒めてあげてください、まずは。要するに、まるまるさん、ちょっと待って。ネクタイおしゃれっすね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、こんなぐらい褒めてあげてください。後半でもね、実はね、今日こういう理由で来させてもらってるんです。奥様、ちょっと一つだけでいいですか。立派なお家ですよね、本当にね。いや、大きなお家でも、周りからめちゃくちゃ目立ってますね。こんな素敵なお家、そうそう見ないですもんね。堂々とです。わかりました、今の。もう羞恥心を捨てて、堂々と笑顔で褒めてみてください。これがまず心の扉を開く上で絶対大事なんですよ。まずね、知っておいてください。心理学の勉強しだしたら、もう絶対に、知ることなんですけどね。褒めると、先ほども言いました、人は必ず心の扉を開くようになってると言ってますけど、心理学の勉強してたら絶対ここに行き着きます。実はね、お世辞であっても必ず扉は開くように作られてるんですよ。もう、お世辞であってもです。たとえ相手から見たら、お世辞と丸分かりであっても、実は人はね、もうお世辞やんかとか言いながらも、嬉しくて、やっぱ開くようになってるのが人の仕組みです。心の扉がギーって開くようになり始めて、なってるんですよね。ただ、ここに恥ずかしさとか、今みたいな感じで褒めきれてないの分かります。あ、おしゃれですね。みたいな感じで褒めきれてないからなんですよ。そういうことをしたら、お客さんはね、嬉しい以上に、お客さん自身が恥ずかしいが上回っちゃうんですよ。この恥ずかしさにお客さんも耐えられへんから、なんなんですかみたいな、もうなんか機嫌な対応までされるわけなんですよ。そんないからなんなんて言われて、結局主導権も握られるわけなんですよ。で、本題にいきなり入らされるんですよ。もう結局なんなんて言われてね。
もう一番ダメでこれうまくいかん典型例ですよね。まあでもこういうね、結局なんなんほんでなんなんとか褒めたにもかかわらずそういう対応されて、無理やり本題に入らされてる営業さんもね、そういう方も多いでしょうね、おそらくね。何度も言いますが、これ原因は周知心だけです、まずは。まず外してください。まずこれができてです。もう堂々と褒めるだけ。それだけでもかなり印象変わりますし、心の扉は開くようになってますから。ですから日常生活でも練習してください。今日も丸々さんの笑顔は素敵やねーとかこんな感じでね。もうなんか、丸々さんが来ただけでやっぱ会社って明るくなるよねーって感じで、こっちは恥ずかしげもなく伝えることが大事なんですよ。もう今は完全にセクハラと捉えられるらしいんで、気をつけてほしいけど、まるまるちゃん今日も可愛いねもそうです。これら羞恥心が邪魔して褒め方が下手やったりとか、ね、褒めないケースがあるわけなんですよ。ほんまにね、一回仕事でほんまに羞恥心外してください。相手もほんまに褒めてくれるって勘違いしてくれますから。たとえお世辞だと分かったとしても、ここまで羞恥心外したら堂々と褒めてくれて、やっぱ絶対嬉しいから、ここの扉開き始めるんですよね。そういった意味で、まずここの扉を開く一つ目です。羞恥心を外す、捨てるです。これをしっかり前提とした上で、二つ目、三つ目行きましょうって話なんでね。はい、じゃあそれができた上でね、褒めトーク行きましょう。褒めていきましょう。それが二つ目です。それがですね、オーラを褒めるですね。もうこれがめちゃ便利で簡単にもかかわらず、営業現場では効果的なんですよね、すごい。私も人を褒めるときって、このオーラを褒めるから絶対入ります、ほとんど。オーラってかっこいい形してます。まあ、雰囲気とか、なんとなくの雰囲気です。なんとなくの見た目でもいいんですよ。これを褒めてあげるってことなんですよ。これどういうことかと言いますとね、営業ってそもそもお客さんと会うのがほぼほぼ初めましてなわけなんですよ。ルートセールスで何回も会ってる方もいらっしゃると思うんですけど、基本は営業って初めましてが多いわけなんですよね。訪販もそうですし、アポ取ってお伺いする場合、もうほとんどが初めましてですよ。これ初めましてのときに人を褒めるってやっぱ難しいと思うんですよ。理由が、その人のこと何にもわからないからなんですよね。これがなんか長年一緒に仕事してる部下とか同僚やったらそれは褒め言葉なんかいっぱい出てくるでしょうね。あいつは仕事に対して真面目とか、あいつはいろんな人の話を聞いて素直とかね、アイデア力に長けてるとか、コミュ力が高いとか、いっぱい分かってたらいっぱい褒めるとかあるでしょうね。ただ、初めましてはもう一切情報がない。どこを褒めたいか分からないわけなんですよ。まあ、私ね、法人営業もやってますから、法人はね、楽です。今の時代、何かっていうと、法人でお伺いする前にホームページっていっぱい見れますから、なんか社長の話とか、なんか社風とかも見れて、そういうのを丸々の会社みたいで素敵ですよね、みたいですぐ褒めれますけどね。ただね、訪販はね、やっぱもう全くわからないんですよ。個人向けの営業してる方だったらそれはめっちゃわかると思います。そもそも何も情報がない、わからない状況なんですよ。でも最初のアプローチでしっかり褒めて心の扉を開きたいわけなんですよね。じゃあどうしたらいいか、もう行き着く答えは一つなんですよ。オーラを褒めるになるわけなんですよ。なんとなくの見た目の褒めトークでいいです。例えばですけどね、いや、まるまる様、はじめまして、ちょっと突然なんですけど、と。お会いした瞬間に感じたことなんですけどね。めちゃくちゃなんか誠実そうな方ですよね。なんかもう、いい人オーラ、めちゃくちゃ出てますね。とか、こんな感じです。ちょっと上等してたんで、もしメガネかけてたらですね、まるまる様、はじめましてで、突然なんやねんって思われるかもしれないんですけど、ちょっと思ったこと一つだけあるんでいいですか？何ですか何ですかってなりますから。めちゃくちゃ知的そうで賢そうな方ですよね。いや、学生時代めちゃくちゃ勉強できてモテたタイプでしょうね。もしくは仕事めちゃくちゃできそうなタイプの方ですよね。なんかもう早くして出世しましたっていう感じの方ですよね。とかこんな感じです。もうめちゃくちゃざっくりした褒め方なんですけどね。ほんまに雰囲気なんですよ。落ち着いてそうな雰囲気の人やったら、丸村さんね、ちょっと会っていきなりでびっくりされると思うんですけど、一つだけ気になったんですよ。それがね、めちゃくちゃ優しそうな方でね、いろんな人から慕われてそうな方ですよね。なんか、口固そうで誰からも信頼されてそうですよね。とか、こんな感じです。女性で家庭持ってる方とかだったら、丸村さんの突然のご訪問、いきなりで申し訳ないんですけどね、実は訪販ってほんまそんな感じで、出てきてもらったら、あ、お忙しいところすいませんって言って、丸山様、突然のご訪問大変申し訳ございません。で、今日お伺いした理由なんですけどって、喋りそう、営業しそうになって、突然変わるんですよ。あ、で、丸山様、ちょっと、一つだけ突然で悩んでって思われるかもしれないんですけど、ちょっと一つだけ気になったことあったんでいいですか？めちゃくちゃ優しそうなお母さんっていう感じですね。まあなんか明るい家庭を作られてる奥様っていう感じで、めちゃくちゃいい雰囲気されてますね。と、こんな感じでもう突然雰囲気褒めるんですよ。これって本当にね、もうなんとなくの雰囲気でざっくり区分分けしてるだけです、私の中でも。メガネかけてたら知的そうとかね。キリッとした感じの人やったら仕事できそうとかね。めちゃくちゃ失礼ですけど、何の特徴もなさそうな人は誠実そうとかですよね。こんな感じでもうある程度ね、決めとくんですよ。今さらっと私なんか数個出しましたけどね、実際私ね、多分ね、10個ぐらいです。区分されてるのって。
個人の営業と会うパターンと法人の営業で会うパターン含めて、まあ大体20パターンぐらいしかないです、褒めパターンって。もうそんだけあれば十分です。おそらく日本中の全員これでいきます。私もね、その20個ぐらいストックあります。もうそれ以外多分使ったことないですね。ダントツ1位は誠実そうと、知的そうと、出世早そうと、この3つですね。あとは友達多そうに、コミュ力高そう、口堅そう、信頼されてそうですね。周りから羨ましがられてそう。これハイクラスな人に聞きますね。大きな家住んでるとか、なんか見た目がもうハイブランドに固められてる人とかやったら、やっぱ羨ましいと思われたいのが一番ですから、周りからめちゃくちゃ羨ましがられてそうですね、とか言ったらもう、めちゃくちゃ喜んでるの目の前でわかりますね。僕の中で鉄板です。一発でそういう人ここの扉開いてくれますね。言い方悪いですけど、一番軽く契約が取れるタイプの方ですね。で、女性だったら優しそうとか、キャリアウーマン、仕事もできて、家庭もできて、すごい尊敬されてそうとかね。容姿がいい人だったら、ね、美人で常に旦那さんに嫉妬されてそうとかね。で、法人営業ね、社長なわけですよ。社長ってすごい良くて、修羅場超えてそうとかね。これもう、法人営業鉄板です。僕、あれもちょっと突然ですけどいいですか？まずその雰囲気が、数々の修羅場を超えてきたって感じで、めっちゃかっこいい雰囲気持たれてますね。もうこれです。はい。とか、社員からめちゃくちゃ慕われてそうな社長さんですね。とかもですね。まあ本当に言葉を恐れずに言いますけど、すべてね、口から出任せと言われても仕方ないぐらいの、ほんまにね、雰囲気だけを褒めてるんですよ。わかりやすいお世辞ですよね。ただもうそれでいいんですよ。これ有名な心理学の実験の結果なんですけどね。人はお世辞であっても嬉しいです。もうこれ絶対覚えておいてください。短期的、長期的な付き合いから見てもお世辞であっても人は喜ぶっていうデータが出てるんですよね。褒める、お世辞、嬉しい、心理学で調べたら多分もういっぱい出てきます。中にはほんまかなと思う方もいらっしゃると思うんですよ。要するに、いやいや、犬さんと私はそのお世辞言われてもやっぱ嬉しくはないですよと。お世辞と分かった時点でしらけるのが私ですよっていう方も多分いらっしゃると思うんですよ。ただね、聞きます。ほんまに。理由はね、私ね、この褒めるって営業で意識してやってなくて、営業でも当たり前に出ますし、実はもう日常から無意識で出るタイプなんですよ。それは何度も練習して勝手に出るようになってるって感じですよね。一回ね、これもう忘れもしないことありましてね。なんかね、昔褒めるといいよっていう動画を多分出したことがあるんですよ。それを見た、受講生の方がいらっしゃってね。その方とはもちろん僕お会いしたことはなかったんですよ。で、僕がね、とある交流会みたいなのに出た時に、その方は全然違う目的で出てたんですよ。で、たまたまそこであって、僕を YouTube で見たことあり、あ、即決営業の犬さんじゃないですか、YouTube で見たことありますって言われたんですよ。その名刺交換をさせてもらったその瞬間です。犬さんね、私ね、犬さんの、褒めるっていう動画を見たんですよと。ただね、私にはね、使わんといてください。昔から私はほんまにお世辞嫌いなんですよ。って、いきなり言われたんですよ。名刺交換した瞬間です。で、それに対して、あ、そうやったんですか。あ、わかりました。全然そういう方もいらっしゃるんで安心してくださいね。って僕言った瞬間です。ただ、あれですね、丸村さん。そうやって、しっかりいきなり主導権を握られるところがね、自分の人生に哲学持ってそうな方で、めっちゃかっこいいし、なんかめっちゃ尊敬されるような方ですね。すぐ褒めたんですよ、僕。そしたらね、あ、まあ、うん、まあそうですかね。みたいな感じで、めちゃくちゃ喜んどるんですよ。心の中でも、たくさんいる犬がそう突っ込みした瞬間ですよね。喜ぶんかいなんですけど、もうめちゃくちゃ喜んでるんですよ。いや、これ何の話なんですかって言われそうですけど、気づいたことがね、ほんまにね、ちょっと科学的に証明されてることは、やっぱりね、科学的に正しく、ちゃんと方程式通りに乗っていきますね。やっぱり喜んじゃう生き物ですよ、となんですよ。なんかこれ褒められたら開くってのはもう多分人間である以上避けられないぐらいなんですよね。あえて科学的な理由まで言っときますとね、褒められると人ってね、快楽成分エンドルフィンというのが出るようになってるんですよ。心の扉あります。それ開けましょう。で、これ開くには実はね、この快楽成分が出たら開くようになってるんですよ。だからこの扉が開いてる閉じてる、この人に対して開いてる閉じてる、開いてる閉じてる、これはね、もう快楽成分が大きく関係してるっていうのが分かってるんですよね。で、人はこの快楽成分を出してくれる人に対して、ここの扉が開くようになってるっていう、こういう仕組みなんですよ。そういう人に自分のことをいっぱい喋りたいし、いっぱい聞いてほしいし、ね、そういう風になってるってことなんですよね。で、この快楽成分が出るのが褒めるですってことです。めちゃくちゃ出るようになってます。ですからこれは何度も言いますけど、お世辞であっても出るようになってるってことなんですよ。ですので本当にね、もう雰囲気で十分です。その人のことが何にも知らなくていいんですよ。しかもね、ほんま、突然でいいんですよ。はじめまして、株式会社即決営業の犬井です。今日はね、わざわざお時間取っていただいてありがとうございます。今日なんですけど、あ、丸村さん、ちょっと一個だけ突然ですけどいいですか？で、僕ほんまにこので突然褒めるんですよ。何の前触れもなく突然、何って言って褒めた瞬間人って快楽成分出るようになってるんですよ。ですからね、このオーラを褒めましょうってことなんですね。ただですね、このオーラを褒めるときに大事なポイント一つだけちょっともう一回お伝えしておい
きますね。さっきの私のいっぱいトーク使いました。もうまんま使ってください。私もまんま使ってるトークばっかりでしたから、そのまんま使ったら分かりやすく喜ぶのが分かりますから。だから自信持ってもうそのまま使ってくださいって言い切れるんですけど、ただ一つだけね、羞恥心だけは絶対外してください。堂々と今ぐらい褒めんとダメなんですよ。こっちが恥ずかしさとかね、なんか躊躇とかしてる雰囲気出た時点でアウツと思っててください。それこそ逆効果、相手も恥ずかしくなって、なんもう結局何しに来たんですかっていきなり相手に主導権握られる瞬間ですからね。本当に堂々としっかり笑顔で羞恥心捨てて褒めるようにしてくださいってことでした。さあ、それでは最後の3つ目いきましょう。この2つができて手順的に3番目っていう感じですね。これができるからようやく心の扉がバーって全部開く状況になるんですけど、それがですね、二度褒めるです。まあ他の営業さんとの違いはここの二度褒めれるかどうかで出るっていう感じでしょうね。しっかり二度褒める。これしっかりやりきってください。どういうことかと言いますとね、お察しの言い方だったらここまでの中でちょっとどういうことになるか多分現場レベルで想像してる方は分かってくれてると思うんですけどね。羞恥心外して堂々と笑顔でオーラ褒めてあげてくださいと。こうですよね。すごい雰囲気言い方ですね。って褒めたらお客さんがなんて言うかなんですよ。これはね、ちょっとお客さんも、何ですか突然っていう笑顔になりつつもです。これです。あ、いやいや、そんなことないですよ。なんですよ。必ず人は謙遜するようになってます。これが大人なんですよ。いやいや、そんなことないですよって絶対言うようにインプットされてるぐらいなんですよね。もう意識はしてないでしょうね、お客さんもね。なんか褒められた。そしたら、いやいや、そんなことないですって、もう言うようになってるってこんな感じですね。で、ここで多くの映像の多分言葉に詰まってしまうんですよ。何々ですよねーって褒めた。そんなことないです。てんてんてん。みたいな、こんな感じになるわけですよ。なんか気まずい空気が流れちゃうわけなんですよね。そもそもこの気まずい空気が、いやいやし苦手やからっていう意味で褒めるをやめてしまってる営業さんも多々いらっしゃるでしょうね。気持ちはわかります。気まずい空気になったらね。なんか褒めたこと自体がもうマイナスに思えてしまいますから。で、そもそも褒めたら絶対に 100% の確率でそんなことないですって言われる。このやり取りがあるって分かってたら、そもそも褒めんとこうになっちゃうのはすごい気持ちはわかりますね。ただね、これをちゃんとバーンと突破できる方法があるわけなんですよ。それがね、二度褒めるなんですね。簡単です。もう一回褒め切ってくださいっていうだけなんですけどね。で、要するに、褒めた、そんなことないです。ここで引き下がらず、もう一回褒めに行きましょうっていうことなんですよ。そうすることで、ちょっとギーッと開いた扉がバーンって開くっていう、こんな感じですね。この二度褒め方がでも大事でね、要するに、何々ですねって褒めた。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、何々ですよみたいな感じで。また、青みでもう一回褒めてもなんか変な感じの空気になりますから。同じことをそのまま言ってもあんまり効果ないんですよ。ですからね、褒め方をね、ちょっと変えるだけです。ここがコツなんですよ。それがね、比較です。この比較を使って褒めるとね、非常に本心っぽくも聞こえますし、言い方も変わって、非常に受け取れてくれやすくなりますし、結果心の扉開きやすくなるんですよ。で、しかも比較ってね、2個もあるんですよ。2個できます。1個目の比較の褒め方、これがね、自分との比較しての褒め方なんですよ。どういうことかというとね、自分はそういう風に言われたことないです。っていう、こういう使い方ですから、羨ましいですっていう、こういう褒め方が非常に効果的です。一回やってみますね。〇〇さんって、すっごいなんか知的な雰囲気持ってて、なんか仕事もバリバリできそうな雰囲気の方ですよね。って褒めた。ああ、いやいや、そんなことないですよって言われたこの後です。いや、これほんまの話でね、私実は38年来てますけど、知的そうとか仕事できそうとかね、一回も言われたことないんですよ。ですからなんか、雰囲気だけでもそう思わせる丸村さんって、ほんまに知的な方なんでしょうね。いや、もうめっちゃ羨ましいです。いいですねーって、こんな感じなんですよ。これ、多分ね、ほんまにね、旗から見てたらですね、犬さん、お世辞にも過ぎますってとか言われそうなんですけど、ほんまにやってみてください。これは多分ね、今、こう見てくれてる第三者からの目線やからなんですよ。この、褒めてる人と褒められてる人じゃなくて、第三者の目線で見てるからやと思います。お世辞であってもね、やっぱここまで言われたら2回目はね、油断します、お客さん。なんか、その2回目の時も、現場レベルで、いや、みたいな、こんな反応はしてますけども、明らかに喜んでるのが目に取れるんですよ。もうなんか顔はね、ありがとうっていう顔してるんですよね。これって理由はね、比較することでほんまっぽさが出るからなんですよ。2回も褒めるとやっぱこれまた嬉しい。ね、1回目でさえ快楽成分出るんですけど、2回目褒めたらまた快楽成分人って出るようになってるんですよ。で、1回は耐えれたとしても、2回褒めちぎる人があんまいないんでしょうね、世の中に。だから、2回目はやっぱ油断してね、いや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 みたいな感じで、笑顔が出ちゃうっていう感じなんですよ。
もうなんか耐えられない。で、これがね、実はね、心の扉が開いたよって言われる瞬間なんですよ。まんざらでもない雰囲気が出た時なんですよ。もう要するに、にやけちゃってるっていう、こんな感じですよね。なんかすごい見てて可愛いんですよ。心の扉が開いた瞬間では、本当このまんざらでもない雰囲気、相手が、なんか大きく、いや、絶対そんなことないですよ。こう、否定をちょっとやめる瞬間、あ、いやいやいや。まあそんな、まあまあそんなことないですけどね、みたいな。無理やりでも否定はしてるけど、もうまんざらでもない雰囲気が出た時です。これね、心の扉が完全に開いてる証拠って言っときますね。で、これが出たら、もう本題、次、ヒアリング入って OK のサインって覚えててください。なぜなら一度開いた扉はね、なかなか閉じません。自分の好きなタイムでヒアリング入っても全然 OK です。正直ね、もう現場レビューではね、2回褒めたら十分です。ただね、この褒めるのが大好きな犬井くんなんでね、もうそもそも褒めるのが好きです、僕は人をね。だからさらにまんざらでもない雰囲気も出てるんですけど、また被せる時もあります。それがですね、追撃の一言って僕呼んでるんですけど、確実にまんざらでもない一言を引き出すやり方が、まあ要するに知的そうですよね。いやいや、そんなことないです。いや、私38年言われたことないですから、ほんまにね、知的そうな人ってすごい素敵で、羨ましいです、あ、まあそうですかねみたいな感じになった後です。この追撃のところというのが、いや丸野さん実際知的そうで仕事できそうって、てかもう仕事も実際できる人なんでしょ、多分仕事できそうって言われたことありますよねとか、こんな感じです。実際結構周りから頼りにされてる方ですよねとかっていう形でね、ここまで行きます。ほんならね、まあ言われたことありますけどねみたいな感じで言ってくれるんですよ。抑えきれない俺の自慢を聞いてくれのサインなんですよ、これって。で、そこから、ちなみにどんな人に言われてるんですか、どんな時に言われるんですかとか、もうその自慢したいサインを見逃さずに、どんな時なんですかそれって言って、いきなりここでグッと行くんですよね。そしたらお客さんの溢れ出る自慢話です。本当にね。ここからお客さんの自慢話をずっと聞いていくっていうスタンスが私、ただやってます。もう普段めちゃくちゃやってるんですよ。で、覚えてください。快楽成分、快楽成分って言ってるんですけど、実はね、人が快楽成分が一番出てる瞬間っていうのがあるんですよ。もう、これをさしてもらってる時が一番快楽成分が出る。これがね、自慢話なんですよ。人はね、実はね、自慢話をしてるとき、で、それをふんふん、へえ、すげえ、すげえって聞いてくれてるこの瞬間が、快楽成分ドバドバ出てます、実は。心のひら、もう扉、ガン開き、もう快楽成分ダダ漏れ状態なんですよ。こうなったらね、契約以外はありえません。満たされるんですよ、お客さんは快楽成分で。で、人ってのは偏方性の法則っていうのがありますから、自分を満たしてくれた営業マンを次は満たそうとするんですよ。だから営業マンの話をきっちり聞いて契約までしてくれるようになってるわけなんですよね。ですからもう契約はすんなり決まるケースです。ですから昔から営業の世界で感覚的な話ですけど、お客さんの自慢はずっと聞けっていうこういう言葉がありますけども、その通りなんですよ。相手の自慢が始まったんやったら、どんだけ話がね、こっちがしたくても止まって相手の自慢を、それでどうなったんですか、どうなったんですか、どうなったんですかって聞き続けるだけです。もうすげーすごいですって心を無にしてね。自慢話聞くのってめんどくさいんですよ、そもそもね。でも心を無にして聞いてあげてください。まあ、契約なりますよってことなんですよ。たまにね、ほんまトップセールスの方で、いや、私はね、商談とかはしないけど、もうなんか買ってくれるのって、ほんまガチの素晴らしい天才営業マンでいらっしゃるじゃないですか。あの人たちはもう正解ですね。内訳見たらやっぱお客さんの褒めて、自慢話させてるんですよ。で、自慢話したら気持ちいいから、もう何を言っても契約が決まる状況を作ってるんですよね。だから、私はね、商談とかせずに、もうなんかもう、いいねで買ってくれるのって、確かにそれあり得る話です。ですから、まぁちょっと話は飛躍しましたけど、しっかり褒める。そして、二度褒めるが大事ですよ、そうですね。先ほど、自分との比較で褒めるっていう言い方でしたけど、もう一つの比較の褒め方あります。これも便利です。それがね、今までとの比較です。これも私用を使います。どっちかって言ったらこっちの方が多分使いますかね。それがね、〇〇さんってすっごい優しそうな雰囲気持ってて、なんかもう友達とかもそうで、めっちゃ信頼とかされてそうな雰囲気の方ですよねって褒めて、いやいや、そんなことないですよって言われた、その後です。いや、実際私こういう仕事しますから、多分年間で何百人まで何千人という人と会ってきてるわけなんですよ。そんな中でも多分トップ3に入るぐらいのね、なんか信頼されてそうな方で、めちゃくちゃ羨ましいですねって、こんな感じです。まあこれも、口から出まかせですけどね。ほんまに効果あるんですよ。コントちゃうんですかって言われそうですけど、ほんまに効果あります。ね、もうビジネスの基本です。疑うな、信じるな。確かめろなんですよ。絶対確かめてくださいね、皆さんね。で、ご理解いただいたと思うんですけど、要するに、たくさん自分はやっぱいろんな人と会ってきてる。そんな中でトップ3です、トップです、トップ5ですが、そういう言い方をして、今までいろんな人との比較を作って褒めるっていう、こういう言い方ですね。比較すると
やっぱ本心にも聞こえるからさらに響くし快楽成分も出るようになってるってことなんですよ。ですからこの2つです。自分との比較もしくは今までとの比較で2度きっちり褒めましょうってことですね。で、うまい褒め方ができる営業マンってあんまいないんでしょうね。だからやられた側はやっぱりどうしても嬉しいしまんざらでもない雰囲気が分かりやすく出ちゃうんですよ。で、このまんざらでもない雰囲気が心の扉開きましたよっていうもう判断していい瞬間です。これがね、あの1人やったら1回でいいですけど、これが最初言ってた話で2人3人って言ったら一気に3人連続でいく感じなんですよ。なんだったら2人3人おった方がやりやすいです。要するに何々ですよ褒めて、そんなことないですよね、何々ですよねって褒めたら、横の人とか使ってね、でも実際多分誠実そうって普段から褒められてんちゃいますみたいな感じで、あ、まあそうです、実際彼めちゃくちゃやっぱ仕事できるやつでね、信頼されてるんですよみたいな感じで、わかります？周りを使ったらさらに褒める空間が出来上がるんですよ。ですからね、別に3人4人用がもう3分もあれば十分です。ここの扉全員開いてから、じゃあ本題に入る。あ、すいません、なんかこんな話で盛り上がっちゃって、今日私来させてもらった理由とともにちょっとお話させてもらいますねって言って、理由喋り出すもいいし、ヒアリング喋り出すでもいいですよってことです。ぜひできるようにしてください。で、何度も言います。これね、ほんまにね、羞恥心です。もう捨てて、今の本当に私やってたの現場レベルぐらいのテンションです。あれぐらいでちょうどいいぐらいやねんなと思っといてください。ぜひ実践してね、心の扉ガンガン開いていってくださいね。ここまでご理解いただいたと思うんですけど、もう一つね、大事なことがやっぱあるんですよ。それはですね、今ずっと褒めるっていうのは皆さんご理解いただいたと思うんですね。まあその、ね、やり方とともに、じゃあ心理学的な中でここですよね、この理論や理屈ですよね。どうやって人の心が開くのかと、こういう仕組みをまず分かってるからこうしましょうって答えが出てくるわけなんですよ。ですからこの理論や理屈をまず大元を学ぶことが一番大事です、実は。そういう理論理屈がある、じゃあこういうトークなるよねって、こう逆算されてトークなんか作られていくんですよ、実は。で、その連続が売れる完璧なトークスクリプトとして仕上がっていくわけなんですよね。揺るぎない、しっかり安定した売り上げを作ってくれるトークスクリプトが手に入るってことなんですよ。もう恐れずに言います。誰が使っても敬語が取れるトークが仕上がるってことなんですよ。大変じゃないです。要するに、1万人いたら1万通りの褒め方をせんとあかんのがそんなわけないです。1万人いたとしても褒めるなんて20個あれば十分なんですよ。たったの20個です。この準備したやつが売れてく世界なわけなんですよ。でも、このたったの20個が準備できてない営業さんがほとんどなわけなんですよ。理由は簡単。理論、理屈が分かってないからなんですよね。だから準備すらしない営業さんがほとんどなわけなんですよ。ですから、理論理屈学んでトーク作った人なんかもう爆発的に売れていきますってのはそういうことなんですよね。ですから分かりましたね。しっかり学んで準備をしていきましょうってことなんですよ。で、これを言われたら、まあ確かにそういう理論理屈しっかり学んではなかったなと、準備はできてなかったなと思われた方ですよ。もうね、ちょうどよかったです。必ずまず私のセミナーにね、ご参加ください。もう理由は簡単です。日本で唯一ですねって必ず皆さんに言っていただけるんですけどね。とにかくね、心理学を学んでもらって、その上で売れるトークスクリプトが全部仕上がるセミナーになってるんですよ。すごかったですって感動してもらってるんですよね。で、企業研修は私のメインの仕事なんですけど、月2回だけね、個人向けに、こうやって営業のね、このセミナーも開いておりますからね。ぜひまずはご参加ください。営業人生のターニングポイントのこと間違いありませんし、同僚ぶち抜くチャンスですからね。ぜひこっそりご参加ください。で、実際うちの会社もコンサルタントいっぱいいますけど、そんな中で、じゃあここまで言うならこの乾のセミナーに出てみようかと。私を選んでくれた方です。まあ、楽しみにしておいてください。理由はね、その期待、余裕で超える自信がありますんでね、ぜひお待ちしております。即決営業ということでした。以上まとめますとですね、心の扉を開くには、手順3つですね。褒めることです。で、まず、羞恥心を外してください。そして、オーラを褒めてください。そして、二度褒めてください。ということでした。そしてね、このチャンネルではですね、即決の技術を伝えてね、営業さんの売り上げを上げるために日々動画配信しております。この動画見て、なるほどなと思われた方ね、ぜひまた高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。医者になるにはね、医学を学ぶわけですよ。で、弁護士になるにはね、法学を学ぶわけなんですよ。でね、トップセールスになるにはです、実は、営業を学ぶんじゃないんですよ。心理学と脳科学を学ぶんです。ぜひこれからも一緒に頑張っていきましょう。以上、株式会社即決営業人情派の乾でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。